さあ両チームフィールドに戻りまして、これより後半戦再開のキックオフとなります。キックオフしますのは後半戦は翔英となります。翔英のキックオフをしますキッカーはどうやら59番が務めるかのようですね。59番は残念ながらメンバー表の方には登録、一覧の方にはありませんので、後ほど確認させていただきたいと思います。失礼しました、69番のキッカーでした。さあ岡山がリターンに入ります。岡山リターナー、そこから右サイドラインを駆け上がりまして、自陣38ヤード付近確保し、この位置から岡山の、攻撃という形に変わります。先ほどのキックオフしましたのは昭栄ブザーズ69番のオーバイでした。近畿大学出身、リターンしましたのは岡山スタンディングガーズ、本日はクォーターバックに入っている13番の相生でした。大阪市立大学出身のプレイヤーです。さあ岡山自陣38ヤードからの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入いたしました。ランニバックにハンドオフしまして、左オープン突破を図りました。キャリアは23番となっています。しかしこのランプレーを翔英は見事に封じ込んでおりまして、ランによるゲインなくセカンドダウンに変えております。まず最初のランプレーを託されましたのはランニングバックの23番の諸本でした。日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ岡山スタンディングウェアズセカンドダウン10になります。再び中央へのランプレーを敢行しました。再び23番にハンドオフしております。今度は中央突破を図りました。しかしこれも翔英のディフェンス陣が集まりよく、ゲインは1ヤード程度にとどまっております。サーダーに変わります。岡山スタンディングベアーズサーダウン9。パス不成功。ここでクォーターバック13番は右に流れ、17番にパスを投じました。しかしこれは翔英のパスカバーよく、パス不成功に終わっております。ダウン変わりましてフォースダウンとなります。さあここで岡山はトリックプレー、パントフェイクランを展開しました。一見パントにより攻撃放棄と見せかけ、そこからランプレーによりこのフォースダウンを突破図りました。しかしこれは翔英対応しまして、結果的にトータル10ヤード、届かず、フォースダウンによる攻撃失敗、攻守交代テイクオーバーによりまして攻撃権は、翔英に変わります。攻撃権変わりまして翔英ブザーズに変わります。翔英相手陣44ヤードからのファーストダウン10。パス成功。翔英、今度は翔英がパスから入りました。クォーターバック2番、左に展開していた2番にフックパスのパスを投じまして、これを26番キャッチし、そこから相手のヒットを受けながら前進し、約5ヤードのゲインと書いています。
パスを取りましたのは26番の山下でした。近畿大学出身です。ナイスラン、ファーストラン。ここで翔英はフルバックに入った32番がダイブプレーで中央突破、相手のディフェンスを飛び越えるように見事攻撃権更新としています。翔英ブラザーズファーストラン。攻撃権更新を果たすランを決めましたのはランニングバック32番の野田でした。近畿大学出身です。翔英ファーストダウン点、ボールオン相手陣33ヤード。パス不成功。クォーターバック2番、パスを投じようと下がりましたが、プレッシャーを受けましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン点。ナイスラン、ファーストラン。ここでフルバックのダイブプレー、何枠14番ハンドオフを託されまして中央に突入、オフェンスラインが作りましたホールを見事突き抜けまして攻撃権更新としています。翔英ファースター、素晴らしいランを決めましたのは翔英ブザーズ14番の橋本でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。パス不成功。クォーターバックには右に展開した26番にパスを投じましたがこのパスは不成功に終わっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン点。密集点が並んで、しかしこれは岡山食い止めます。中央突破によってさらなる前進を図りました翔英ですが、ここは岡山スタンディングウェアーズ52番立ちはだかりましてゲイン1ヤードにとどめております。岡山スタンディングベアーズディフェンス52番はガモーでした。専修大学出身です。翔英サーダンナイン。これはナイスラン、ファーストラン。翔英ここでランニバックに、ラインの選手69番を入れておりました。オフェンスラインの体育を生かしたその力強いダイブプレーによって大きく前進しまして攻撃権更新です。翔英ファースター、ここでラインマンがボールキャリアとなりまして前進いたしました。翔英69番はオーバーでした。近畿大学出身です。さあ翔英相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。
さあ中央へのプレー、しかしこれは岡山スタンディングベアーズ食い止めます。ランプレー重ねる勝負ですが、岡山もランディフェンスに関しては自信があります。このランを食い止めんと立ち上がっておりますが、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。テッサビにですが、ウェブカメラで私の操作画面を、一部映しながら、ご覧いただけたと思いますが、幾分かアメリカンフットボールの人の試合に進行の際、時計の進行やあるいはダウンカウントの進行といった部分がどのように行われるかという部分をご覧いただく機会になったかと思います。実際にはこれは審判団が分業しておりまして、実際の試合はダウンカウントを専任で行うもの、次回の総時間を行クロック操作を行うもの、40秒計25秒計を操作を行うものと、それぞれに人数を割り振られて行っております。それを私は一人やっておりますので、どうしても正確性に欠けます。またフィードで行われているダウン操作は審判団のシグナルですが、これによって時計が進むタイミングを見ながら私の目視判断するため、どうしても正確を得ません。この点ご了承いただきながらご覧いただければ幸いに思います。さあ試合再開です。翔英相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功、ナイスパスカット。ここで翔英パスプレーにより一気にタッチダウンを狙いました。奥に走り込んだレシーバーへのパス、それは手に届くところでしたが、しかしこれを岡山見事にパスカットしまして、パス不成功に変えております。ナンバーを確認できなかったのが惜しいところですが、ディフェンス素晴らしいプレーを見せました。翔英サードダウンに変わります。相手陣8ヤードからサードダウン2ゴール。パス不成功、ナイスディフェンス。ここでエンドゾーンへのパスを投じました。翔英ディフェンスとの1対1の状況に持ち込み、これはレシーバー手に触れる形になりましたが、しかしそのパスを岡山91番見事にかき出しまして、パス不成功としております。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られております。見事なパスカットを披露しましたのは、番号再確認いたしますが、おそらくは91番登録の赤澤だったかと思われます。日本体育大学出身のプレーヤーのように、見えました。さあ翔英はフォースダウンとなりますがプレーします。フォースダウンギャンブル、タッチダウンにこだわります。さあランでいった、しかしエンドゾーンに届いていない。結果的に4回目の攻撃失敗となりましたので、ここで攻守交代、テイクオーバーで岡山スタンディングベアーズに攻撃変わります。翔英ここはさらにタッチダウンで得点を加算狙いましたが、しかしこれは岡山ディフェンスが意地を見せまして、この攻撃を食い止め、無得点で攻撃権を奪還する形に成功しております。現在フィールド上レフリータイムアウトが入っております。柴田様メッセージありがとうございます。どうやらメッセージの方は消されたようですが、どうぞご遠慮なくメッセージ記載いただければ幸いに思います。
岡山に攻撃がありまして、ファーストダウン10。さあ、まずランプレーが出ます。岡山はランニングバックがハンドオフを受けまして、中央切り込み、23番、タックルを受けながらスピンムーブで約6ヤードのゲインとしています。まずこのランを決めましたのは、岡山スタンディングベアーズ23番の諸本でした。日本体育大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン4。さあ再び中央行った攻撃権更新ファーストー、再びランニングバックにボールを託しました。ハンドオフ託されました。23番、やはり中央付近を体をねじ込むように前進しまして、攻撃権更新果たしております。岡山スタンディングベアーズファーストー、ここは23番の諸本が起爆剤となって、この攻撃権を更新する形に成功しております。さあ、この攻撃継続するでしょうか。ボールは自陣18ヤードからの岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。ターンオーバー、ここで大きなミスが発生しました。ここでクォーターバックがハンドオフェイからキープレイに出ました。左オープン独走し、一気に攻撃権更新になるかと思われた矢先、翔英がタックルしまして、このプレーを阻止、最終的にファンブルとなりました。ボール31番が抑えまして、攻守交代です。攻撃権変わりまして、テイクターンオーバー、翔英に攻撃権変わります。見事なパワフルなタックルによってディフェンスボールをファンブルフォースしまして、それを最終的にものにしましたのは翔英ブレザーズ31番の山根でした。滋賀大学出身のプレイヤーがファンブルリカバーを決めています。翔英ボールを取り返して、相手陣43ヤードからのファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック2番、ここで奥に走り込んだ17番にロングパス。ターンオーバーの動揺をつきまして、一気にタッチダウンを狙うというパスを展開しましたが、しかしこれは岡山許しません。カバーしましてパス不成功としています。翔英セカンドダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。ナイスラン、ファースラン。ここで翔英パスに見せかけドロープレー、ランプレーに変えました。一旦引いた状態からランニングバックに渡すカウンタープレー、見事33番決めまして、攻撃権更新としています。見事なドローのランを決めましたのは33番の皆口でした。神戸学院大学の OB のプレイヤーが素晴らしいプレー決め、ファーストダウン獲得となっています。翔英相手陣31ヤードからのファーストダウン。さあ、今度もラインマンの69番にボールを持たせました。パワフルなプレーにさらにパワフルな選手を重ねまして、より力強いダイブプレーを展開しています。これは岡山なんとか食い止めましたが、しかし1ヤードの前進を許しています。ここで投入されているラインでありながらバックスに入っているのは69番のオーバイです。近畿大学出身。翔英セカンドダウン9。さあ、今度はランニングバック33番です。
ハンドオフを受けまして右オフタックルから切り上がりました。ディフェンス殺到する中これを飛び越えまして約8ヤードのゲインを果たしております。鮮やかな発想飛びを見せましたのは33番の皆口でした。神戸学院大学出身。翔英サーダン残り1ヤード、ボールオンは相手陣22ヤード。さあフルバックが行った、密集点69番に突入を図らせました。しかしこれは岡山食い止めフォースダウンに変えます。ここは岡山許しませんでした。さあフォースダウンの状況に変わります。翔英フォーメーションを組む模様です。フォースダウンギャンブル、1ヤード突破をこのワンプレーにかけます。攻撃権更新ファーストダウン、ここで翔英はランプレーにより突破をいたしました。託しましたがテイルバックに入ったランニングバックに左オフタックレナのプレー、このランを33番見事に期待応えまして攻撃権更新果たしております。翔英ファーストダウン、ここは33番皆口に託しました。神戸学院大学出身のプレイヤーです。翔英相手陣17ヤードからのファーストダウン10。不成功。クォーターバックにはプレーアクションから中央に入りました。3番にパスを投じましたが3番これをキャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。勝負へセカンドダウン10。これは岡山ナイスディフェンス。ここで中央のランプレーを展開しようとしましたがここで翔英ディフェンス陣が立ちはだかりました。このランプレーを見事なソロタックルでランニングバックなぎ倒しましてノーゲイン、サードに変わります。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして翔英ブザーズ21点岡山スタンディングベアーズ0点、攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。